東京大学先端科学技術研究センターの鈴木俊隆です。軽井沢で長いことシジュウカラという鳥の、野鳥の研究をしているんですけれども、研究を続ける中でシジュウカラは本当にいろんな鳴き声を言葉として使っていて、さまざまな会話をしているってことが分かってきました。僕にとっての軽井沢っていうのはどっちかというとホームというか感覚があって、軽井沢に居過ぎたせいというか、年間大体6ヶ月から8ヶ月この森の中に通って巣箱をかけて親子の会話を研究したりとか、群れを追いかけて群れの中でのコミュニケーションを調べたりしてるんですけれども、それをもう15年以上続けているんですよね。でそうなってくるともう自分にとっての、拠点というかホームが軽井沢 でそこから大学に通うみたいな、そういった感覚があります。軽井沢に大切にしてほしいというかね、ものってやっぱこの自然がとても豊かなことなんですよ。年間100種類を超える野鳥がこの森の中でも観察できますし、その鳥たちは本当に、鳥の種類が多いからこそ、豊かな会話がを使って、いろんな、種の壁を越えた会話だとか、さまざまなその豊かな世界がここに広がっているわけですよね。だから、今後も、軽井沢はこう、ね、よく観光地で避暑地で結構今すごくどっとコロナが明けて人が、来てますけれども、この自然はねずっと大切に残してもらえたら僕はとても嬉しいですし、いい場所なので、軽井沢に来た時は森にも足を運んでみるといいんじゃないかと僕は思っています。